今日の収録は終了です。次はどこだっけ？赤坂？赤坂ならお母さんに会えるかな。同じ顔、同じ声、同じ仕草、三つ子で生まれた三人の少女は思考も趣向も同じで、ただ一つ違うのは、怖いロケでもほら平気、三人一緒だから大丈夫、必要とされているのは私たちだから、私はいらないの。お腹が空いた、食べたくない、維持したい。お母さんに褒めてもらうために3人で綺麗になるの。